障害があってもそれをマイナスに捉えずに、それをポジティブに生かしていこうっていう、その姿っていうのは多くの人に勇気だとか元気だとか明日も頑張ろうっていう気持ちを与えてくれると思うんですね。障害持ってる子供もたくさん見えてたので、こういう会がきっかけで未来のパラリンピアンが出たり、アスリートが出たらいい経験につながってるのかなっていうふうに思います。車椅子を僕しようじゃなくて、そういうなんか、まあ、言い方悪いですけど遊びの一部というか、エンジョイする楽しむためのものとして扱ってくれることがすごく嬉しいですし、チャレンジすることの素晴らしさっていうものをやっぱり自分も再確認できてます。